質なし。今日のお客様は、まあ、僕も楽しみしてるんですけどね、はい、なんか僕がオファーしたんですよ。出てよそれやったら、そんな出れるんですか、出れるんですかって、はい、出れるがな十分と。どこが魅力だったんですか。もう半端じゃなく出てる数がすごいんですよね。本当プロフィール拝見しましたけど、ものすごいです。映画もドラマも V シネも漏れなく出てるんですね。出てるのかな、まだ出てないわ、うん、薄いなし出てよって言ってお願いしたんですよね、はい、僕は、はい、そんなあんまりないんですけどね。そうですよね、珍しい、はい、こんなに惚れ込んでいらっしゃる、はい、今日のゲストの方。いやプレッシャーかかると思います、あんまり言うと。本日のゲストは山本博さんです。どうぞお入りください。どうぞ。それはでも俳優仲間はこれを見てる人はびっくりしてるやろね。あ、山本出よったっていうか。いや相当びっくりしてますでしょう ね、ね、こういう機会は全くないですから。ないの、全然全くないですよ、緊張してますよ。緊張してますよ。何が緊張すんの。何もない、本当に何もないですよね。何もない本当に何もないです、ね、いやいやもうあれですよ、大阪芸大の ね言うたら、まあ、映画作ってないからね。もともとは監督志望で、うん、まあ、やってはきたんですが。なんでそんなに自信ないの。今もうかなりこう心ここにやられる、はい、本日お二人に演じていただきます即興ドラマの設定を本日は職員室にしてみました。ご覧いただきましょう。山本博士は先生と、うん、合うよね、はい。職員室の佇まいを再現してみましたけど、中学校なんですかね。そうですね、中学校。なんで中学校で分かるんですか。いや3年までしかないですからね。いや高校も3年までです。あそっか相当前がかってます。大丈夫か。どうやってスタートするかのご希望はない。いや決めてくれるんですよね。そうですね、誰に決めてほしいですか。じゃあどなたか指名者、いや、あれは避けた方がいい。全く空気読まないですからね。でも、まあ、君が選んだから、はい、あの、鶴瓶さん、山本さんです。話題聞いてやない。どういうことですか。鶴瓶さん、山本さん、中にいていただく二人とも、はい、二人とも、はい、お願いします、はい。なるほど、二人思い立つ。何も決まりがないので、好きなところに、はい。はい、それではそろそろ参りましょう。カウントダウンお願いします。即興ドラマ収録10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3。先生、はい、さっきから私聞いてるじゃないですか。何をですか。何をですかってさっきも全然聞いてないんですか。坂井順子の件ですよ。坂井順子の件どうなってるんですか。坂井順子の件ね、あれ私もねちょっと困ってんですよね。お父さんの気持ちもよくわかりますけどね、ちょっと柴田先生、それは受け止めていただけると思ってたんですけど、こちらとしましても、純子はどうなるんですかこれから。純子さんは私が何とかします。何とかするってどういうことですか。もう5ヶ月ですよ。それはうちの息子が悪いのかも知りませんけど、妊娠したからってそんな
男が悪うて女が被害者っていうことでもないですしね、そういうこと学校でそういうことを、いや私も保健体育の先生としてそれなりの授業はやってきたつもりです。しかしあんなことになってしまった以上、中学1年生ですよ坂井純子さんは。うちの息子も中学1年生です。妊娠ですよ。でもうちの息子ははっきり言って知らないって言ってるんですよ。うちの息子は知らないって言ってるんですよ。先生担任でしょ、保健体育でしょ。はい。坂井純子のお父さんお母さんはどう言ってるんですかねえ。産ませる方向で話は進めてます。いい、産ませる方向、バカかバカか。ほんなら俺はお父さん、おじいさんですか。生きてしまった以上はね。え、しょうがないんですよ。何がしょうがない、何がしょうがないんですか。ほいじゃあ DNA 鑑定してもらいましょうよ。 DNA 鑑定。産まされてからですか。 DNA 鑑定って今できますよ。できるんですか。先生保健体育の先生でしょ。いやこれはちょっと勉強不足だったな。仮に息子さんがお父さんだった場合はどうされるんですか。いや息子はそんな、息子は童貞ですよ。童貞なわけないじゃないですか。え、あんなチャラチャラ、普段からチャラチャラしといて。チャラチャラしてる人間がみんな童貞じゃないって言うんですか。何を笑ってるんですか先生。何を笑ってるんですか先生。すいませんでした。何がへへへですか。すいませんでした。何を笑ってるんですか。誰の子、軽はずみことでした。軽はずみすぎますよ。しかし柴田純子ももう5ヶ月ですし。坂井純子ですよ。坂井純子でした。柴田純子、柴田純子じゃないですか。はい、そうでした。あ、分かった。噂、噂は、噂、柴田先生の噂ですよ。何ですかその噂って。うちの息子に問い詰めたら、先生はかなり女子生徒とそういう何を言ってんですか。この顔ですよ。そんなことあるわけないじゃないですか。そういう顔がわからないんですよ。バカにしないでくださいよ。え、私はね、一度って、ね、生徒に手出したのになんかしたことないですよ。それじゃあ盗聴してた。盗聴？盗聴って何ですか。盗聴ですよ、あなたの声と柴田純子の声が盗聴されてたんですよ。先生と純子さんはそういう関係じゃないんですかっていうような、他の生徒のこともうちの息子はそう言ったんですよ。まさかそんなことはないと思ったけど、あのテープを聞いたらね。聞かれてましたか。そうです。一度だけ、一度だけ彼女と関係を持ったことが。
すいませんでした。おいおいおい、いやいやいや、なんだ、うちの息子をチャラチャラしてるって言ったって、おいおいおい、すいませんでした。いや、すいませんでした、じゃないよ、あんた、え、あんた陰行よ、陰行よ、なん、そんな、いや、もうなんて言ってるっけ、バカ、バカ、全部僕のせいなんです、すいません、うちの息子になすりつけようとしたんですね。この年でもう仕事なってなくなってしまったらもうどうしようもないんですと、お願いします。おう、書け、一筆書け。何を書くんですか。一筆。酒井純子の、酒井柴田お前が柴田だろ。酒井純子の、はい、父親は私だったかげ。酒井純子の父親は私だって。私だ。酒井の酒ってどう書くんでしたっけ。酒井の酒は酒の井戸の井。酒井純子の子供の父親は私だって。酒井純子の子供は私だって。アホか。酒井純子の子供はアホか。純子の息子娘どっちですか。情け。酒井純子の子供は、身ごもった子供は、子供は私の子供だと書くんだよ。私の子供だって書きたくないよ。すいません、書け。子供は私の子。柴田かける、これでいいですか。どうかできるだけこのことは穏便に済ませていただけるよう、どうかお願いします。もう佐々木さんのお宅にはご迷惑かからないようにしますんで。俺があのテープのことを言わなかったらそのままうちの子供になすりつけたとこでしょう。そのテープってどこにあるんでしょうか。そんなもんあるわけないよ。返していただけませんでしょうか。ない、テープなんてないよ。返していただけませんでしょうか。ないって言ってるやろ。お前の心にあるんだ。これ以上私の人生をぐちゃぐちゃにしたくない、しないでください。お願いします。神々やないか。佐々木さん。はい、OK です。もう酒井なんだか柴田なんだか佐々木なんだか誰が。そう、改めまして本日のゲストは山本浩さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。いやひどすぎないですか。ひどすぎる。俺がねこの人やもて読んだ。何にも戦わずしてえボロクソに言われて終わりましたからね。ボロクソに言われて平手打ち、平手打たれて、あれはね、土下座もして、あれやっぱパチンといっぺん行かないと目を覚まさないと、覚まさなかったですよね。最後までどうでした。思ってたのと実際やってみたのでは随分違いましたか。いや全く違いますね。何をしよう思ったん。最初僕ずっと父兄のつもりでいてんですよ。でも割とこう先生っぽい靴履いてるしね。来賓のスリッパのつもりで入ってきたんですけど、入ってきてすぐ先生先生って言われて、あれって、
あ、やっぱ先生、そっか、やっぱ先生っぽいんだなと思って。そんなん言い返したらええねやんか。先生って何言ってるんですか、先生、先生、先生って。始まったら、もういきなり先生でしたからね。5秒前、4、3。もう僕先生です、ここ。言われてないのに、言われてないのに、なんで。ちょっと待ってみーな。そうですよね。俺絶対先生、こんな不敬おれへんやろ。いないいない。何を言うてんねん。もう僕の中でもう、この時点でもう僕はもう先生で行くしかないんだなっていうふうに思い込んじゃったんですね。呼ばれてないやん、まだ。呼ばれてないんですか。そうですよね、そこに行くからそうなっちゃうんですよね。そうなったやん。ここの辺とかに座ってらっしゃる。で、誰か入ってんの、体の中に。入ってないですけど。自分以外のもんが。入ってないですけど。全然聞いてないんですか、坂井順子の件ですよ。坂井順子の件どうなってるんですか。坂井順子の件ね。何にもですよ、ここは真っ白でした。一応坂井順子、坂井順子っていう名前が、まあ、生徒だっていうのはなんとなく分かったんですけど。当たり前。坂井順子はどこから出てきたんですか。そこに書いてあって、なんか坂井順子って書いてあったんだ。ここに書いてあるよ、これ、坂井順子ノートに書いてあった名前なんだ。坂井順子、私が何とかします。何とかするってどういうことですか。もう5ヶ月ですよ。これはさすがに、いや、妊娠のことだなと思いましたね。ああ、そこは、うん、ただだからと言ってね、どうしていいか分かんなかったです。うちの息子ははっきり言って知らないって言ってるんですよ。うちの息子は知らないって言ってるんですよ。何なと言うてくれや。次そっちの番やろ。なあ、次そっちの番やん、はい、な、まあまあこれまあはまあやけどね、なんか言わなきゃいけないですよ、はい、この時でもなんか言おうとは思ってるんですよね。なんか言おうとは思ってるんですけどね。真っ白ってやつですか。よく白とグレーがなんか渦巻いてグレーおもろいやっちゃう。 DNA 鑑定してもらいましょうよ。DNA 鑑定、DNA 鑑定って今できますよ。できるんですか。先生、保健体育の先生でしょ。いや、これはちょっと勉強不足だったな。めちゃくちゃですね。なんでしょうね、このでもえも言われぬ、なんか分かる分かる、なんか困った変な魅力があるんですね。これが不思議なんですよね。不思議や、困り芸やな。困り芸でもなんかたまにこういう人もいてるよね、感じがしちゃうんですよね。街で絡まれるタイプやね。絡まれますね。絡まれるやろ。絡まれますね。あ、絡まれてんの、うん、よく絡まれますね。なんて言われるんですか。いや、なんか怖いお兄さんが前から歩いてきて、はい、肩ぶつかりそうだったんでツンデレスって避けたんですよ、はい、で避け当たらなかったんですけど、それじゃ済まさねえぞっていう感じで今度は足を引っ掛けようとしてきたんですね。それも飛び越えて避けたんですよ、うん、全然何も当たってないんですけど、なんだおめえこらって言ってなんか因縁つけられたりとか攻撃を全部避けてるのに因縁つけられたりとかそれが腹立ったんでしょうね。相手は何避けとんねんってよくありますね。職務質問は、職務質問もよくされますね。夜中に自転車に乗ってるとそりゃそうや、当たり前。自分の顔分かれ。何に間違えられて職務質問されてるんですか。失礼やぞ。息子さんがお父さんだった場合はどうされるんですか。やっと反撃や、うん、いや、息子は童貞ですよ。童貞なわけないじゃないですか。え絶対噛んだあかんとこやるのに、こう攻撃してんのに童貞かっこりゃ何噛んどんねん。神ゲーっていうゲーがもしあるとしたら、僕はその第一人者になれるんじゃないかなと。今いらんねん噛むのん、どうぞ。しかし柴田純子ももう5ヶ月ですし。坂井純子ですよ。坂井純子でした。ここもう柴田っていうのはなんか、あ、柴田って言われたな。自分はもう柴田だっていうのが頭にあったんでしょうね。
なん集中力がないんですかねこの人は。誰か入ってんの中に。先生はかなり女子生徒とそういう。何を言ってんですか。私はね一度って、ね、生徒に手出したのになんかしたことないですよ。噛み噛みや。これ噛む？これは噛まんで。インコよインコよ。なんそんな。いやもうなんて言ってるっけ。もう逃げ場ないですもんね。逃げ場ないです、ね。黒板のね、コーナーにですからね。コーナーに追い詰められてね。どうですかこれ。いい顔してるな。純子の息子娘どっちですか。酒井純子の子供は、身ごもった子供は、子供は私の子供だと書くんだよ。私の。子供だって書きたくないよ。もう何これ何ですかこれ。俺があのテープのことを言わなかったらそのままうちの子供になすりつけたとこでしょう。そのテープってどこにあるんでしょうか。そんなもんあるわけないよ。返していただけませんでしょうか。ない。テープなんてないよ。返していただけませんでしょうか。ないって言ってたやろ。お前のことはやるな。これ以上私の人生無茶苦茶にしたくない。全然意図が伝わってない。だから全然分かってない。そこでね、楽来てくれないとやね。全然分かってないですね。嘘だったんだなとか。そうですよね。全然分かってないですね。いやびっくりだこれは。驚いた。これ狙ってできるようなものじゃないだけに。真面目やね。そうですね。手はできなかったです。人の話よく聞いてな。テープはないって。ないんですね。間違ってたな。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは山本浩さんでした。ありがとうございました。じゃあどうぞ。失礼します。しゃくちゃなってるやん。すごい変なところに入ってる。こんなとこに入る人珍しいよ。ありがとうございました。それが一番おもろかったわ。もう完全に目死んでるやん。死んでますねこれ。ああこんなにリアルに困ってる人、そうそう、こんなに長時間つぶさに見ることないですよ ね。どうしますかこのタイトル。このタイトル全然浮かばないですよ。もうカミカミ。いやそれはあかんてよ。それはひどいよ。山本の歴史の中でカミカミ先生とかそんなあかんてよ。それはな、どうなの。教師失格。あ、それでいいよ。教師失格でもいいですかね。うん、そう、はい、それでいいんちゃう。教師失格っていうことにさせていただきたいと思いますので、はい、またのリベンジをお待ちしております。それじゃあまた来週。完全に目死んでるやん。